カ野氏は日本の武家である。本性は藤原氏。可能可能とも表記されることがある。織田信長、豊臣秀吉、徳川将軍などの御用絵師として仕えた狩野派はカ野氏に始まるという。藤原南家工藤氏の流れを組む伊豆国発祥の士族。狩野の名は工藤氏が拠点としていた伊豆国の狩野の層に由来する。工藤氏、 伊藤氏と同じ一族である。六代目である、工藤助隆の四男である、工藤茂光夫とし、その子である、加野宗茂以降、代々、狩野助を称する伊豆国の在庁官人であった。尊卑文脈によると、宗茂の弟、加野幸光の子孫も、また、刑図騒乱によると、その弟である、加野近光もまた、加野を称したとされる。平安時代後期から、 室町時代後期までの約400年にわたって、仮の地区の領主であり、仮の城の城主であった。北条総運が伊豆国に攻め込んだ時には敵対したが降伏し、小田原に移ってからは、後北条氏に仕えた。鎌倉時代には、自称、樹衛の乱で、源の頼朝側として、挙兵当初から従っている。鎌倉時代に成立した、あず鏡には、他に、 以下の名が見られる。上級期末期1には、鹿野海入道、鹿野の七郎光弘などの名前が見られる。南北朝時代の人物として、太平期末期1に、狩野下助禅次、末期6に、か野七郎左衛門の城、末期12、鹿野五郎茂光、末期14に、か野荒助、末期37に、一方の大将に元頼みし、狩野助も降参死ぬという名前が見える。 室町時代の人物では、鎌倉大蔵氏の中では、伊豆には、狩野助。戦国時代には、北条清水記の中に、北条騒雲は、狩野助を、公務。狩野助は、伊藤の婿なれば、伊藤の弟に縁額という法家の総ありけるを、大将として加勢狩野内負け、名護市の国清寺に手ぞ自害しけると彼の氏の人物について記されている。 日本海画史上最大の画派である、狩野派の思祖狩野正信は、狩野宗主の子孫とみられる。江戸時代作成の家父、画伝類では、鶴河今川氏の家臣、狩野では次郎影信という人物を正信の父としている。室町幕府の御用絵師となった、狩野正信の子孫は、室町幕府崩壊後は、織田信長、豊臣秀吉、徳川将軍などに絵師として使え、 その時々の権力者と結びついて、常に画壇の中心を占め、日本美術界に多大な影響を及ぼし、室町時代中期から江戸時代末期まで約400年にわたって活動した。ありがとうございます。